やっぱりビシャモンがチームタッグチームとしてやっぱ一番上手だったというか、上村優也っていう、はい、なんだ人間を見たというか。デンジャラー、デンジャラー、危ない、これが出たら、これが出たらもう、これが出たら勝率 100%。 そう、俺たちがビシャモン。見ている方がバカボーン、そう一喝するぐらいのけしからん極上の三昧をお見せします。極上の三昧どういうこと。ニュージャパンワールドナウということで、本日のゲストはジャスト5ガイズロキ選手に来ていただきました。早くしてくれよ。何怖いバスの運転手が待ってる。あ、そうです。今日はですね、この D ブロック最終リーグ戦ということでですね、結果が出ました。こちらになっております。ドン、1位が GOD 10点5勝2敗、そして2位がビシャモン9点ですね。ということでですね、この2チームが B ブロックを抜けたということになりました。そのメインイベントなんですけど、ジャスト5ガイズ最後望みはあったんですけども、ビシャモンとのあの戦いどう見ましたか。そうだね、まあチームの、ね、一員としては悔しいけど、やっぱりビシャモンがチーム、タッグチームとしてやっぱ一番上手だったというか、やっぱ完成度がすごかったなっていう。確かにそうですね。上村選手はどうでした。もう最後の方ぐらいまでも、ちょっと中盤のちょっと過ぎぐらいまでもアームドロップ、ドロップキック、ショップのみで試合を組み立ててるみたいな。そうそうそう、やっぱね、上村優也っていう、はい、なんだろう、人間を見たというか、いや、なんだろう、こだわりが強いからね。確かにそうですね。なんだろう、今のこの日本にいる選手とはちょっと考え方が違うというか、はい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 、それもリングでね、このタックリーグでやっぱり随分それを形にできてきたんじゃないかなって気がするような。そんな中でも今日はやっぱりこう勝ちたいっていう気持ちが出てたのか、なんかフランケンシュタイナーからの三角とか、そうね、あとなんか裏投げっぽいの、本気の裏投げみたいなのもありましたし、がっつり一回持ち上げてからなるっすよ。そうですね、なんかそういうのもありましたし、まあ、今後の上村選手が非常に楽しみだっていう感じが、もう見てて僕はそう思いましたけどね。そうだね、やっぱり今日はタックだったからあれだけど、またシングルだと全然違うだろうし、はい、やっぱね、タックはビシャモンが一番上手だったなっていう。そうですね、この後藤選手が組みたかったけども、吉橋選手がそれをカバーするあの絆というか、さすがだね。さすがでしたね、本当に。そしてもう1チームの GOD はですね、これは相手モンスターソースだったんですけど、外国人4人の戦いが、この、まあ、彼らからしたら異国の地位で、なんか僕すごいそこの意地の戦いを見えたんですけども、なんか俺らなりのこのリングでのこの試合スタイルを見てほしいっていうようなのもありながら、なんかすごい試合だったじゃないですか。そうだね、はい、やっぱ日本人同士の試合とやっぱり全然違ったよね、スタイルが。お互いこういろんな2人の連携技もあるし、まあ、なんかチョークムーンサルトを剣山したら、その剣山を抑えてて、それ踏み台にシュクル選手が突っ込んでいくとか、なんかそういうのもありましたし、理想的だったね。ブラックアウトソース、まさか場外にそのまま やっていくとか、どっちか言ってたけど、本当信頼してなかったらあんなできないよ。破天荒ですよね、日本人だ、そこまで多分やんないような気するんですよね。まあわかんないですけど、ね、はい、なんかそういうイメージがあります。ということでですね、ぜひこのタッグリーグ本当にすごい試合だったので、皆さんアーカイブでもですね、もう何回でも見てほしいなと思うんですが、もうですね、この準決勝が明日始まってしまいます。 12.8 鹿児島霧島大会、こちらは A ブロック1位ウォードックス対 B ブロック2位ビシャモン、そして B ブロック1位 GOD 対 A ブロック2位 TMDK という形になってますんで、タッグの至高なる戦いがここにありますので、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。ということで、視聴者の方に何かメッセージがあればですね、はい、ジャストファイブガイズでもいいし、タッグリングのことでもいいですし、今後のことでもいいですし。俺ね、今日解説入って気づいたんだけど、こいつ仕事中に自分で携帯見て髪の毛整えてる。知ってるかお前ら、こうやって仕事してんだぞこいつは毎回。そんなことあるわけないですから。さて、どっちを信じるのか。
それはあなた次第です。